はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで、今回は宮城&加藤移籍、長崎とマリノスのチーム事情ということで、ちょっと僕もショッキングな移籍にはなってきますし、まさかっていうところですよね。宮城選手は一旦ね、レンタル契約を解除して山形へ、そして加藤聖選手は今シーズン苦しんでおりましたけれども、J1 王者マリノスへの移籍が正式に発表になりましたね、今回。この話ですね、ちょっと僕ね、来週トラスタ行く予定なんですよね。来週というか今度の土曜日ですね、九州ダービー熊本戦をですけどもね、スタジアム観戦行く予定だったんですけども、ちょっと見たかったですけどもね、ちょっと残念でございますけれども、さあ、今回この移籍の話を両チームの事情から考えていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まずこちら、まずはですけどもね、長崎の事情というところで出してますけどもね、まずは今回長崎の事情は主にですけどもね、現状の長崎のメンバー、そしてね、今回はこっちはですけど宮城選手の移籍の話、そして次の表で加藤英二選手の移籍の話をちょっとやっていくんですけども、まず長崎の今年の夏の事情でいうと、クレイソン選手が移籍しましたね。これも正式発表にはなっていますけれども、クレイソン選手が退団してですけどもね、その後中村選手ですね、中村啓太帰ってきました。そして新戦力マルコス選手も加入ということでね、2枚獲得をしているんですよね。でだから名前のこれ赤いマークがついてる選手は新規加入選手と、放出が決まった選手というところにはなってきますけどもね。ということでね、中村選手に関してはこの間のゲームではボランチで出ていました。でマルコス選手に関してはサイドハーフで出ていたんで、あれこれどういうことみたいな感じだったんですけどもね、そういうことかというところなんですけども、左サイドハーフに関しては宮城選手がね、チームでは最多スタメンというところなんで、本当主力も主力、ただ最近はちょっと出番を失っていたんで、なんでかなと思っていたんですけどもね、こういう事情もあったかというところでしょうかね。だからね、今シーズン左サイドハーフはね、本当宮城選手が最多スタメンではあっただけに、ちょっとこの移籍は意外というところですよね。で13試合で2ゴール3アシストですよね。宮城選手といったらそれこそね、次の試合熊本戦ですけれどもね、チームが苦しかった春先、熊本戦ですけどもね、大活躍して、そこからチームが乗っていったというのもありますんで、ちょっとね、残念な移籍には、なります。今回、レンタル移籍の、ね、契約を解除して、山形移籍ということなんですけども、山形の事情も軽く触れておくとですけどもね、左はチアゴ・アベス選手がなんか謎のベンチ外がついているようでございますけれども、このチアゴ・アベス選手もちょっと、移籍の噂があるんじゃなかろうかという選手にはなってきますんで、ちょっと左のところは選手層が薄くなってる、それでも素晴らしい選手がいっぱい山形いるんですけどもね。ということで、もしかしたらチアゴ・アベス選手が移籍とか、怪我なのか分かりませんけども、そこの穴埋めじゃないですけどもね、宮城選手の移籍が実現したのかというところにはなってきまして、もう1個ですね、やっぱりフロンターレからしたら自分のチームと同じようなスタイルのクラブで実戦経験を積んでいってほしいというのはあると思うんですけども、って言った時に長崎も確かにポゼッションサッカーやりたいんでしょうけども、ちょっとポゼッションサッカーの完成度ではやっぱりね、まだまだ、それこそ前回山形戦ではあったんですけどもね。ってことで、もしかしたらそういう事情もあるのかな、分かりませんけどもね、これいろんな事情が、あると思うんですけども。ってことで、移籍というところ、これがだから、ね、宮城選手は完全に、ね、出番がなくて何のためのレンタル移籍だみたいな感じであればですけども、ね、ちょっと移籍先変えようかみたいなになると思うんですけども、ある程度というか、ね、さっき言った左サイドハーフでは、最多スタメンだったんで、出番がある選手がレンタル契約を一旦解除して、ね、他のクラブへ再レンタルっていうのをあんまり聞いたことがないですね。いや本当ね、過去には出番がない選手がレンタル移籍を一旦解除して、再レンタルみたいなことあったんですけども、出番がある選手がね、レンタル移籍の契約解除っていうところはちょっと謎が多いところには、なってきますけどもね。ってことで、移籍ですね。で加藤七里選手の事情に関しては次の、このマイナスの事情のところで話していくんですけども、ちょっと軽くは触れていくんですけどもね、加藤七里に関して本当米田選手が今シーズンは、左サイドバックの1番って、開幕戦はね、左サイドバック増山で、右米田という謎の形をやっていたんですけどもね。ってことで、やっぱ米田選手の壁は厚い。米田選手に関して本当にまだ成長途中というところ、まだ伸びてる選手には、なってきますので、この米田の壁は高いというところにはなっていましたけどもね。ということで、じゃあ見ていきましょう。こちらマイナスの事情というところにはなってきますけども、左サイドバックの補強の急務でしたね。もともとね、サイドバックってところはマイナス、そんな選手層が厚いクラブではないというところで、特に右もですけれども、今シーズン小池選手が負傷でいないというところにはなってきます。だから最近松原選手が主にレギュラーを務めていて、でたまにこう右サイドバック山根選手と上島選手がやるみたいな形が今シーズンはメインにはなっているんですけれども、それと同時に左もですけれどもね、やっぱ選手層が薄いというところ、小池優太選手の方がね、負傷離脱というところで、じゃあちょっとしばらくかかるんじゃないかっていう負傷ですよね。ってことで、ちょっと左サイドバックが長戸選手しかいない、主に務めることができる選手が長戸選手しかいないという状態なんで、誰かを取らざるを得ない状況で、そこでじゃあ誰が来るかってなった時に、やっぱこうパリオリンピック世代の若手ホープ加藤聖にね、オファーがあったというところでしょうかね。でだから僕もですけれどもね、加藤聖に関しては確かに今シーズン出番がないんですよね。多分今シーズン5試合くらいしかね、出番がなかったと思うんですけれども、しかしこの選手本当素晴らしい選手にはなってきます。それこそビファーレ長崎のゲームは僕はもう全試合見ていますんで、そこでやっぱこう見た加藤聖のイメージというのは本当悪魔の左足を持ってる選手ですよね。本当にレフティーモンスター、本当に悪魔の左足を持ってる選手と僕は思いますね。セットプレーも蹴ることできますし、本当意外性のあるミドルシュートも決めることがあります。もちろんこれクロスの精度っていうのが一番特徴の選手にはなってきます。これ自分で持ち運んでね、そこでクロスを入れることができる、本当精度が高いクロスを入れることができるんで、本当ね、他の選手にじゃあ加藤聖例えるのであればって言われると、やっぱ長戸選手はちょっと似てるかなっていうのはありますよね。長戸選手、現在マイナスのレギュラーサイドバックにはなってきますけれども、長戸選手とちょっと似た選手にはなってきますので、本当攻撃性能が高い選手にはなってきます。守備が苦手っちゅうわけではないと思うんですけれどもね、決してこう上手い守備をするタイプじゃなくて、どっちかっていうと攻撃面で力が出せる選手にはなってきますんで、こう左利きで左サイドバックでクロスをスムーズに上げることもできますんで、本当このクロスの精度っていうところはですけれどもね、加藤聖の一番の売りにはなってくるんですけれども、さっきも言ったやっぱね、このシュート力があるんですね。本当ね、悪魔の左足っていうのに本当ふさわしいぐらいの本当強烈なミドルシュートがある、本当年に何回かね、強烈なミドルシュートを叩き込んでるイメージがある加藤聖選手にはなってきますんで、いや本当ね、マイナスはいい選手を取ったんじゃなかろうかっていう感じがしております。どうしてもやっぱこう J2 をなかなか見ないね、マイナスのサポーターからしたらね、J2 でね、そんな試合に出ていない選手、控えの選手、ベンチ外の選手がですけどもね、そんなチーム、そんな選手がうちに来るのかみたいな、大丈夫かみたいな不安要素は多分マイナスのサポーターからしたらですけどもね、あるんじゃなかろうかっていうのはありますけれども、僕もずっとね、この数年間長崎のゲームは全試合で見てきたわけにはなってきますけれども、本当一つ言えるのは間違いなくマイナスのサッカーにはハマるというところ、あとは立ち位置のところですよね。多分長崎とマイナスではこのサイドバックの立ち位置とかは若干変わってくるとは思いますし、こう保持の時とね、非保持の時では動きが違ってくると思いますんで、その戦術的な立ち位置をしっかり取ることができるかどうか、本当この選手に関して個人の能力は本当素晴らしいものがありますしね、本当パリオリンピック世代の主力のサイドバック候補にはなってきますので、本当若くて将来性もある選手ということで、本当僕はこのマイナスの移籍っていうのは本当複雑ですけどもね、長崎を応援している身としては複雑にはなってきますけれども、本当活躍が期待したいし、そこはね、保証したいというところにはなってきますね。で、あとはだからマイナス自体がね、個人昇格選手をうまいことチームに取り入れているっていうのもありますよね。やっぱこう最近でいうと今シーズンの上中選手、それこそビファーレン長崎からの移籍ですけどもね、上中選手もすでにゴール上げてますし、それ以外でも井上選手とか畑中選手とか渡辺選手とかね、それ以外でも何人か多分ね、過去取っていると思うんですけどもね、だから本当ね、マイナスっていうチームは井上選手多分これからの選手とは思うんですけども、割とこうね、他のクラブ、J2 から個人昇格をさせておいてね、戦力にしていくみたいな、それが本当うまいチームにはなってきますんでね、てことでね、そこも期待ができるんじゃなかろうか、ちゃんと使ってね、成長を促すみたいなチームになってきます。もちろんね、ちょっと過去何人かね、個人昇格で失敗した選手は何人かいると思うんですけどもね、例えば仙東選手とかもそうですけどもね、そういうなかなか絡めなかった選手もいるんですけども、しかしそのね、積極的に J2 のクラブが力があればですけどもね、しっかり力があって自分たちのサッカーにフィットすると思えばね、そこはしっかり取って活躍させてくれるクラブと思いますんで、加藤聖に頑張っていてほしいところにはなってきますよね。で、あとはマイナスからしたもう一個ですね、これから秋口は ACL が始まるんですね。で、この ACL に向けて正直これ以上ね、選手層を薄くするわけにはいかない。それこそリーグ優勝とね、リーグ優勝と ACL っていうところを同時に狙っていくというところなんでね、本当しんどい戦いがマイナスは待ってると思うんですよね。ということで考えていくと、怪我怪我人はしょうがない部分もありますけれども、本当これ以上、ね、選手層を、マリノスは薄くしてしまうと、ちょっと ACL と、リーグの両立っていうのが本当に難しい状態には、なってしまうんで、ね、そこでまあしっかりサイドバック、補強できたらマリノス、本当素晴らしい、補強、動きができたんじゃないかというのは思ってますけどもね。はいということで今回以上になりますね。本当加藤聖選手に関して本当頑張ってほしいですし、あとはやっぱりね長崎出身の選手なんでね、長崎というか長崎のユニフォームを着て戦った選手なんで、加藤聖とかね、あとはなんか宮城選手、まあ、ちょっと短い間でしたけどもね、活躍本当ありがとうございますとねいうところで、本当今後の活躍を願っております。本当ね頑張ってほしいところでございますけどもね。はい。ということで今回以上になりますね。以上パラプンテージェルサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録ます。さよなら。